フアンカルロス・アントニーオ・スルバランは、オランダ領アンティルのキュラソー島、ミレムスタット出身のプロ野球選手。2006年にアメリカ合衆国のアメリカンヘリテッジ高等学校へ野球留学しに行く。2008年の MLB ドラフトでシンシナティレッツからドラフト30巡目指名された。8月14日に50万ドルで契約を結び、プロ入りを果たした。さらに、 第24回ハーレムベースボールウィークのオランダ両アンティル代表に選出された。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のオランダ代表に選出された。シーズンでは3回 A のデートンドラゴンズでプレーした。21試合に先発登板し5勝5負、防御率5.24、100奪三振を記録した。2010年も3回 A のデートンでプレーした。 16試合登板し、4勝6負、防御率4.99、83奪三振を記録した。2011年は、参加アドバンス A のベーカーズフィールドブレイズでプレーした。26試合に先発登板し、9勝6負、防御率4.60、155奪三振を記録した。オフの9月20日に、第39回アイブフワールドカップの オランダ代表に選出された。同大会ではヨーロッパの国としては1938年大会のイギリス代表以来73年ぶりの優勝を果たした。この栄誉を称えて代表を24人全員にサーの借位が贈られ、スルバランにも贈られた。2012年は開幕を参加 AA のペンサコーラブルーワーフーズで迎えた。 同チームでは19試合に先発登板し、7勝7、負、防御率4.04、11奪三振を記録した。2012年7月31日に、ジョナサン・ブロックストンとのトレードで、カンザス式ロイヤルズへ移籍した。移籍後は、3回 AA のノースウエストアーカンソーナチュラルズへ移動した。同チームでは6試合に先発登板し、0勝4負、防御率7.62、 24奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグへ派遣され、サプライズサグアロズでプレーした。同チームでは1試合に先発登板した。2013年は開幕を3回へのノースウェストアー感想で迎えた。同チームでは25試合登板し、1勝4負、防御率6.99、26奪三振を記録した。その後、 参加アドバンス A のウィルミントンブルーロックスでプレーした。同チームでは8試合に先発登板し、1勝3負、防御率5.03、29奪三振を記録した。2014年も開幕を参加 AA のノースウエストアー関西で迎えた。25試合登板し、8勝10負、防御率3.25、116奪三振を記録した。オフの9月2日に、 1> 第1回フランス国際野球大会のオランダ代表に選出された。同大会でオランダ代表は初代優勝国となった。大会終了後の12日に第33回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表が発表されたが、MLB との都合上メンバーには選出されていない。2015年オフの10月12日に第1回 WBSC プレミア12の オランダ代表候補選手36名に選出され、10月20日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表選手28名に選出された。2016年オフの10月26日に日本代表との強化試合のオランダ代表に選出された。2017年開幕前の2月7日に同年のアメリカ遠征のオランダ代表に選出された。 2月9日に第4回 WBC のオランダ代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。ありがとうございます。